優勝戦はいかがですか？会心のレースと言えますか？まあちょっと1コーナーターミスしたんですけど、まあしっかり帰ってきましたね。調整面では準優勝戦はどう評価されますか？まあ昨日からほとんど何もやってないので、まああんまり似たような感じでしたけど、はい、昨日の良さはまず出てた？まあターンミスした割にはしっかり帰ってきたんで、まあエンジンの後押しもあるんだと思います。明日の優勝戦に向けてもう一丁改善しようと思うか、あるいはどうでしょう、調整面は？すごくちょっと難しいので、まあ明日も多分ほとんどそのまま行くと思います。明日1号艇になりますけれども、優勝するためにあと一つ必要なことがあるとすればどんなことだと思いますか？まあしっかりスタートを切ってターンミスなくいいターンできたら優勝できると思います。最後に全国の皆さんに一言お願いします。はい、明日も優勝目指してしっかり走りますんで応援してください。見事優勝、今のお気持ちから。いやー、よかったですね。はい、ちょっとほっとしてる？まあ楽しかったっす。レースの中身としては準優勝戦はどう評価されますか？ちょっと足になってないですね。はい、まだだいぶ気になるところがある。行き足がやばかったっす今のレースは。はい、改善の見通しも明日の調整面ということになりましょうけれども、今の時点では思い描いてるところありますか？まあ気温変わらなかったらなんとなくもう思い切ってやってみようとは思ってますけど。はい、思い切って？そうですね、まあいっそいっそ毎回ペラ形違うんで、はい、全然まだやりきってないこともあるんでやります。はい、2号艇ですけれども、やはりその枠番もある程度意識しての調整ということになりましょうか？そうですかね、そんなに器用にできないです僕は。はい、優勝に向けての思いは人一倍強いんじゃないかと思います。そうですね、まあ地元なんで。はい、最後に皆さんに意気込みお願いします。優勝して、かっこよくあります。応援よろしくお願いします。準優勝戦は、まあ、一言で振り返るとどんなレース？まあ、ラッキーですね。ラッキー。レース道中は奮闘も目立ったと思いますが。そうですね、もうバックなんかはもう浜野谷さんと江口さんがだいぶ前に見えるような感じだったので、ちょっと劣勢だなと思いながら。はい、ご自身の準優での仕上がり具合としてはどういうふうに判断されますか？準優はちょっといけてなかったですね。はい、スタート展示は良かったんですけどね。準優の本番行ってみて、例えば課題に置かれていた係、係が良くなかったですね。係が良くない分、ちょっとそこからの伸びにつながるのもちょっと遅かったような感じなんで。はい、明日の調整の思惑どんなふうに今の時点ではお考えですか？もうとりあえずかかって押すような、はい、もう、はい、そうですね、回転を抑える調整しか考えてないです。最後に皆さんに一言お願いします。はい、そうですね、12レースまで時間があるんで、はい、プロペラしっかり合わせていきたいと思います。応援してください。準優勝戦のまずレースから振り返っていただきます。手応えありました？手応え、そうですね、伸びスタートしてからすごい余裕がある感じはありましたけど、刺した後すごい重たかったですね。やっぱり旋回系統よりもまっすぐ？はい、と思います。さっきの準優もバックでウリュウさんに追いつく感じはあったんで、そこら辺は良さそうです。今日1日施した調整なりにはいいところも出てましたかね？まあ、今日ペラーで回転上げる作業をして結局ダメだったんで元に戻したんですけど、まあ、でも感じは悪くなかったです。明日の調整としては4枠なんですけれどもね、枠がどうでしょう？まあ、今までちょっともうちょっと出足求めてちょっとスムーズさが欲しかったんで、そういう調整をしてきたつもりですけど、まあ、結果良くもならなかったですし、まあ、明日4号艇、まあ、4コース取れたら面白いところなんで、まあ、もう今の伸びをもうちょっとよくできたらいいなと思ってます。優勝戦メンバーの中の比較で直線は結構来てます？直線は、悪くないはずですけどね。はい、あとはスタートですよね。そうなんですよね、今節ちょっとダッシュスローの方が分かってるんで、ちょっと明日ダッシュ練習します。いいレースにしていただきたいと思います。最後に皆さんに一言お願いします。はい、次グラジャンも地元であるんで、それに向けて、いい流れでこれていますんで、明日もいいレースできるように頑張ります。厳しいレースでしたね。まあね、僕は油断したのがいけないんでね。はい、仕上がりとしてはどうだったんですか？まあ、まあ、まず重さはありますけど、はい、乗れる感じですね。はい、準優勝戦でこうしようといって思い巡らした部分ってのはあったんですか？そうですね、ちょっと回転上げていったんですけどね、途中はね、
乗りづらくなるだけだったんでね、結局止めて、はい、その分やっぱ重かったですけどね。明日に向かってはどんな調整をしようと今思い描いていることありますか？あんまないですね。このままの気候だったらこのまま行きたいと思います。スタートしやすいというのは結構コンセプトはいい感じでいけてる？なんか内側入るとちょっと届かないような感じがするんで、はい、最後に皆さんに一言お願いします。そうですね、桐生は好きなんでね、はい、明日いいレースできる頑張ります。お願いします。順位はレース内容でいうと何点ぐらいですか？配点は。いやもうターンはもうすごいいいターンしたと自分でも思いました、はい、仕上げの面はいかがでした？やっぱ夜はいいですね、はい。まあ、その夜と、まあ、優勝戦夜なんでね、どういう仕上がり具合になっているというふうにお話しいただけますでしょう？昼とは違って船が帰ってきますね、はい、思い切って言っても、はい、直線正味の船足なんかはどうですか？まあ、あんまり普通ぐらいですかね、はい。明日はどういう仕上げにして臨もうというお気持ち今終わりでしょうか？まあ、あとは本人の整備ですね、はい。スタートは？スタートは大丈夫だと思います。桐生の水面やっぱり相性良さそう？はい、大好きですね、はい。最後に皆さんに一言お願いします。はい、上昇桐生乗れるよう頑張ります。応援お願いします。水面絶好のコンディションです。そのレースコースにファイナリスト6人の選手が登場しました。 G1 赤城雷神杯57周年記念優勝戦駒を進めたファイナリスト6人は、1号艇が福岡の篠崎元氏、2号艇地元群馬山崎智也、3号艇は広島の辻映像、4号艇は愛知平本雅之、5号艇は東京浜名屋健吾、6号艇は埼玉桐生純平。以上6人の対戦、スタートまでは50秒を切りました。1号艇の篠崎、人気の中心です。これまで G1 タイトルは3つ、今年は多摩川を制しています。この桐生でも活躍、ここに来まして3連勝のゴールが光る篠崎、そして地元の期待を集める山崎智也、賞金王2号艇、さらには3号艇の辻映像が3コースに構えていきまして、4コース角1は4号艇の平本、芦屋での G1 タイトルがあります。さらにはこの大会は41周年53周年と V2 浜名屋健吾、そしてアウトコース勝てば G1 初優勝という桐生純平です。3対3のスタイル枠なり、スタートを迎えます。インコースから1番2番3番4番5番6番5秒前、優勝戦スタート2秒前1秒スタートしました。1号スタート1号艇篠崎トップスタートを決めています。1周1マーク、インコースから1号艇篠崎が回る、2コースと2号艇山崎は外へ行った、4号艇平本が差してくる。さあここは96期生1号艇篠崎がトップに立っている。内側からは4号艇平本が2番手で2艇身リード、5号艇浜野屋健吾3番手、あとは横に広がった内側から6号艇桐生、中は3号艇辻、アウトコースが2号艇山崎です。スタートは正常、2マーク1号艇篠崎がトップ旋回、4号艇平本が2番手を守った2艇身リード、3番手は5号艇浜野屋ですが、1番4番この96期両選手が抜け出しまして、先頭2番手で2周目に入りました。なおスタートは正常、2周1マーク、先頭1号艇篠崎です。2番手は4号艇の平本、内側から5号艇天野屋切り返し、外から2号艇の山崎智也が回って、あとは6番の桐生純平、内後方3号艇辻映像という順になっています。先頭2番手1番の篠崎、4番平本、両選手が大きく抜け出す形になりまして、その後ろは5号艇天野屋が2艇身リード、3番手内側から6号艇桐生詰め寄って、この内を2号艇山崎が指して、後方3号艇辻の順で直線コースへ入りました。さあファイナルラップに入る。1号艇篠崎先頭で600を切った、4号艇平本が2番手、後ろは5号艇浜田が3番手をキープしていますが、2号艇山崎が外へ変えて、6号艇桐生は内へ切り返して1マークの攻防、まずは1号艇篠崎がトップ、4号艇平本2番手、5号艇浜田が3番手、アウトコースは2号艇山崎です、内が6号艇桐生です、後方3号艇辻という順。ファイナリスト6人の選手は最終バックストレッチを通過、2連単の14は 6.7 倍です、3連単145ですと 35.1 倍、最終コーナー1号艇篠崎ゴール前優勝に向かう、2番手は4号艇平本で96期ワン通過、3番手は5号艇浜野屋でゴール、1号艇篠崎優勝ゴールイン、2着準優勝は4号艇平本です、5号艇浜野屋が3着、6号艇桐生、2号艇山崎は接近してゴール、ラスト3号艇辻映像の順でした。
見事なイン逃げ、篠崎元志選手がピットに引き上げてくる時の様子でございます。まあ、何にしても絵になる男だなという印象があるわけですけれどもね。それにしても強い内容だったでしょうかね。そうですね、初日が5枠第1投ですね。で、あ、おめでとう、一言あるよ。いや、よかったです、ほっとしました。いや、もう最高です。最高、はい、ありがとうございます。優勝戦はいかがでした？緊張感もありましたか？改めてどうなんでしょう？ちょっと記念レース以上の優勝戦ではすごいコンディションもそうですし、はい、進入に関してもすごくいい条件だったので、はい、きっちり逃げないといけないなっていう気持ちは強かったです、はい、今節一節間、そして今日の調整も含めての仕上がり具合ということも気持ちの面では影響はありましたでしょうか？どうでしょう？ちょっと本当に今節はプロペラに関してはすごく難しくて、正直自分でもなんか合ってるのか合ってないのかちょっとよくわからない感じで言ってたんですけど、うん、はい、本当にいいエンジンのおかげで優勝できたと思ってます。またぜひとも桐生にお越しになった時もいいレース見せてくださいね。そうですね、もう本当に桐生大好きなんで次来た時も一生懸命頑張ります。もう一遍伺いますが、関東やっぱ方角良くないですか？はい、もう一度帰ってちょっと見てもらってこれで関東の G1 3条制覇になりましたけれどもね、はい、また東の方でももちろん西の方でも九州でもまた沸かせる走り見せていただきたいと思います、はい、最後にゲストの皆様、そして全国のボートレースファンの皆さんに締めのお言葉一言お願いします。はい、本当に遅くまでこんなにたくさんご声援いただき残っていただきまして本当にありがとうございました。今年は必ず年末の12人に残って賞金を目指して精一杯走りますんで、またこれからもご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。優勝の篠崎元志選手、大きな拍手、声援よろしくお願いいたします。